私がおしまいと言ったらおしまいなの。出過ぎた真似しないでよ、このボケザル。戦国に歯を競う女など皆哀れなもの。せいぜい利用させてもらうよ。美男美女の目を整えましょう。そんなこと、いきなり言われても困るのよね。美男美女か、確かに顔じゃ勝てねえ。私は旦那様は自分で選びたいの。自分で好きになった人と結婚する。お、その猿でございますか。違う、こいつはただの家来。こんなの結婚とか全然ありえないんだから。私は長政とちょっと待った、てめえなんかに信長はやらねえ。絶対にだ。お前の道だ信長、お前が自分で選べ。俺は黙ってついていく。であるか。待て、稼げ。殺しちゃダメだ、もったいない。こんな美人を殺したら俺が一生後悔する。なら恩賞をもらわないとな。いいわよ、勝家から聞いたわよ、あんたに胸を揉まれて怪我されたって。おまけに吉本が美人だから助けたんでしょ。それも誤解。